ファーリー・ファンダム。ファーリー・ファンダムとは、カートゥーンの文化の影響を受けて、擬人化された動物のキャラクターを好むことで、特徴付けられるファンダムである。ファンダムの研究者のによると、この言葉が最初に登場したのは、1980年に開催されたサイエンスフィクションの催しである。その催しにおいての手による SF 成人向け漫画雑誌に描かれた。 擬人化された動物のキャラクターが話に上がり、それがサイエンスフィクションの小説に登場する擬人化された動物のキャラターの話に変わった。その出来事は後にサイエンスフィクションと漫画の大会において擬人化された動物のキャラクターについて話し合うグループが結成されることの引き金になった。フレッド・パッテンは ファーリーファンダムという言葉を、擬人化された動物のキャラクターに興味を持つ多くの人々が集まって、グループを組織し、擬人化された動物のキャラクターの絵を描いたり文章を書いたりすることと定義した。英語圏において、ファーリーファンダムという言葉は、欧米の同人誌に1983年にはすでに登場し、その後定着していった。ファーリーファンたちは、 ファーリーファンダムという言葉が同人誌に登場するよりも、以前から、擬人化された動物のキャラクターのファンは多かったと、主張する。アニメ作品、ジャングル大帝が発表されたのは1965年で、あったし、リチャード・アダムスの小説、ウォーターシップ・ダウンのウサギたちが出版されたのは1972年で、あり、それをもとに制作された映画、 ウォーターシップダウンのウサギたちが公開されたのは1978年だった。動物キャラクターによるディズニー映画ロビンフッドは初期のファーリーファンムで人気だったと言われることが多い作品である。欧米ではファーリーファンダムに属するファンたちはファーリーファン、ファーリーファンズ、ファーリーズ、ファースと呼ばれ1980年代からファーリーズ、 ファースが擬人化された動物のキラクターを指す言葉として使われ始めた。欧米のファーリーファンダムにおいては哺乳類の動物を擬人化することが多いが、爬虫類、鳥類、魚類もファーリーズと呼ばれることがある。擬人化された動物のキャラクターの着ぐるみを作って着るファーリーファンたちがいる。そのような着ぐるみは、英語圏ではファースーツと呼ばれる。人間の頭部をすっぽり覆う部品や、 猫や犬のような尻尾の部品が特徴である。時にはペット用の首がお着ぐるみを着た人間の首につけることもある。英語のという言葉は日本文化の着ぐるみを意味する言葉である。着ぐるみという語はその語が使われる文脈によってファースーツを意味する場合もそうでない場合もある。英語圏ではカートゥーンに登場する擬人化された動物のキャラクターを名犬らしいや のように、本物の動物に忠実に描かれたキャラクターと区別するために、カートゥーンに登場するキャラクターの方を、ファニーアニマルと呼ぶことがある。日本においては、動物を人間化、あるいは人間を動物化したかのようなキャラクターは、獣と呼ばれ、そのようなキャラクターに性的な要素を含めて魅力を感じる人たちを、獣ナー飛ぶ。ケ獣ナーという言葉の出所については、 諸説あるが、獣に関するゲーム作品を多数リリースしている。ゲーム会社、サイバーコネクト2は、自社のスタッフが、掲示板に書いたもの出所としている。また、東京大学の研究員である、井ノ口智博は、獣ーという単語が生まれたのは1990年代半ば頃では、ないかとしている。ファーリーファンたちは、英語で、ファーソナーズ、ファーソナ、ファリーと、ペルソナ、 ペルソナを合わせたカバンゴと呼ばれる、擬人化された動物のキャラクターを、インターネット上で操作して、ロールプレイングをする。そのようなインターネットの場所には、や、セカンドライフナイのファーリーファンたちのコミュニティ、そして HTML やスクリプト等の通常のウェブの、機能のみを使った、フォーラ等がある。アメリカ合衆国のピッツバーグにおいて、毎年7月に、または、 アンソロコンというが開催される。アメリカ合衆国のサンノゼでは、毎年1月に、というコンベンション開催される。日本では、2005年に、日本初の獣化イベントを歌った、トランスフ、アが開催され、2007年に事実上の後継イベント、ケマッカーンに引き継がれて現在まで続いている。2012年からは、オンリーイベント、ケモケット。2013年からは総合イベント、 J.M.O.F. が開催されている。T.H.E.Fox、e. は、ファーリーファンたちの手による漫画であり、1986年にコンプヤサーブで発表されたのを最初として、その後インターネット上でも発表されている。偽人化された動物のキャラクターの着ぐるみを着て、性行為を行うファーリーファンたちがいる。英語のスラングのアフ、名詞、動詞とアフィー、形容詞は、 ファーリーファンたちの間で使われる言葉で、性行為やわいせつな事柄に関係する言葉である。のエンターテイメント誌であるという新聞によると、英語のスラングのアフィーという形容詞は、擬人化された動物のキャラクターの着ぐるみを着た、ファーリーファンが性的に興奮しているか、または、性行為を従っていることを意味する。英語のスラングのアフィーアートワークとは、擬人化された動物のキャラクターが行う。 様々な性行為を露骨に描いた絵である。英語のスラングの動詞としてのアフは、ファーリーファンたちが擬人化された動物のキャラクターの着ぐるみを着て、性行為を行うことを意味し、アフィングはそのような性行為を意味する名詞である。英語のスラングのファーバートは、ファーバートと綴り、ファリーと性的盗作を意味するパーバートをくっつけたカバン語である。ファーバートは、 擬人化された動物のキャラクターの着ぐるみを規制行為を行うことを楽しむ一部のファーリーファンたちを編出者とみなして呼ぶ言葉である。日本ではケモナー向けのラブドールが発売されている雑誌バニティフェア、そしてというセックスに関するコラムにファーリーファンダムのファンたちの性行為に関する記事が掲載された。2001年にはテレビドラマ ER 緊急救命室の 強制収容を逃れてという話の中で、ファーリーファンダムに関する表現が登場した。他にも、以下のテレビ番組で、ファーリーファンダムに関する表現が登場している。2007年に、カリフォルニア大学デイビス校の心理学部が600人以上のファーリーファンを対象にアンケート調査を行った。ただし、そのすべての人が、すべての質問に回答したわけではなかった。 そのアンケート調査の結果の一部は次の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。